徳永選手です。よろしくお願いします。まずは今シーズン初先発ということでしたが、はい、今日の試合いかがでしたか？そうですね、ホーム最終戦で勝ちたかったですけど、まあ、ペナルティ自分たちのペナルティから相手の強みであるボールで得点されてしまったっていう形ですかね。ただ今日は80分フル出場ということで、はい、得られたものもあったと思うんですが、いかがでしょうか？そうですね、やっぱり試合80分出ないとゲームフィットネスっていう部分では使えないので、まあ、そういう部分では自分にとって出れたことは良かったかなって思います。はい、そして6月3日には日本代表合宿メンバーの発表がありますが、今どんな心境でしょうか？まあ、そうですね、結果を待つだけですね。もう、はい、発表会っていう意味では試合も終わってしまったので、まあ、あとは結果を待つだけですね。はい、ここまでいろいろとあったと思うんですが、手応えというのはいかがでしょう？なんとも言えないですね、正直。まあ、呼んでもらえたら頑張るだけですね。はい、今日そのホーム戦最後ということだったんですが、はい、ファンの方の声援は届きましたか？そうですね、こんだけ、負けが続いてても、また頑張れよって言ってくれますし、来年またサンアルブス来てねみたいな感じで言ってもらえたので、そのサンアルブスのファンは本当に最高だなというふうに感じました。ファンの方へ意気込みをお願いします。そうですね、まあ、国内今日最終戦でしたけど残り2戦ありますし、ぜひテレビで応援よろしくお願いします。ありがとうございました。